お邪魔しましょう。伝説的な巨大なクワガタ出てきますから。伝説の壺出ましたよ。秘密の空間ができてますね。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが飛車岡さんです。平岡、あ、平岡さんだ。すいません、飛車じゃないよ。やっちゃいました。将棋の、はい、平岡です。すいません、はい、平岡さん一緒に伝説作っていこう。ギャグはい、ということで、はい、今日も始まりましたけど。始まりました。今日はね、普段と多分ちょっと背景も違ったり、いや、だいぶ違いますよ。しまして、はい、でも服装もね、はい、はい、あの、可愛くて、まあまあ、はい、自分で言うのもなんだけどね。あー、待って、あー、可愛い可愛い可愛い。今日は、はい、ロケですね。ロケ、はい、ロケで撮影させてもらう場所にお邪魔してまして、はい、はい、結構久しぶりにお邪魔してる、ずっとお世話になってるところです。なるほど。平岡さんとじゃないと行かない場所。なるほどね、はい、もうだからもう平岡さんも分かるでしょ、そこに来てるってなったらまず一発目はこれ撮りたいなっていう。まあまあロケでお邪魔して、はい、まあよく、うん、まあ2人でってなると、はい、もうあそこしかないですね、はい、お、言っちゃってください。ディズニーランド満喫してみたー。いや、そんなやったことないでしょ。ないか。ないですから。一緒に行ったことないか。全然違うんで、ここはもう、はい、千葉はディズニーランド、はい、この神奈川なんですけども、お、神奈川のディズニーランドと言っても過言ではない。なに、かなぶりさんのブリードルームに来てます。来ましたよ。はい、お久しぶりじゃないですか。相当ですかね。なんだかんだ、ただまあイベントでね、ちょっとご一緒させてもらったりとか。そうですね。なんならね、今の桑株城の、ええ、トイレを修理してもらったりとか。いや、そうよ、その説は、はい、そう、本当にその説はありがとうございました。はい、僕は寝てました。申し訳ございません。あ、そうですね、はい、はい、まあそれはサブチャンでね、一応報告してるんでぜひ見てほしいんですけど、はい、はい、今日はだからもう、そう、本当半年以上ぶりにお邪魔する金振さんのブリードルーム、久しぶりに来ましたね。結構見た感じガラッと変わってたんで、ほう、そこをまず見させてもらって、はい、映像から、ええ、だったり、皆さんは映像から、ええ、僕はもうこの視覚から、ええ、何か感じるものを吸収していこうっていう回ですね。ああ、いいじゃないですか。はい、そう、だからまあ情報とか、はい、うん、だからまあブリードをね、うん、まあ、平田クワガタで僕はつながった方なんですけども、クロブスタケットだったり、漆黒のトラケット、はい、そこからまあいろいろ教えてもらったり、ここのブリードルームを見て感じた部分とかをまあ参考にさせてもらったりとかあったんで。なるほど。はい、そこをね、まあ、ちょっとなんか参考になるところあればというのもあったり、はい、まあ、金森さんにも聞いていこうかなとは思うんで、はい、はい、見ていきましょう。いきましょう。ちょっとでも気になるけど、はい、なんか窮屈そうな、いやいや、全然してますけど、はい、なんかちょっとなんか、はい、なんか肩が前後したりして、ああ、窮屈そうな、そうか、見えてなかったんですね、はい、はい、僕絶対絶命なんですよ。どんな伝どんな場所だって証明的にね、ここじゃないと何これ、はい、あれだったんで、なんかちょっと気になった方はね、実はこんな狭いところから見えなかったでしょ。何狭いとこの割には悠長に喋ってましたよね。そう、そう、そんな見えなかったからな。そうなんですよ、まあ、ここがね、はい、ちょうど照明がいい感じ、いい感じだったんで、ええ、これが YouTuber です。はい、そうですね、自分の足場よりもやっぱ光を求める、大事、映像が大事なんでね、はい、そう、まあここからスタートにはなるんですけど、もうね、はい、実はここ、はい、この入ってすぐの場所、そうですね、前のやつと比べてほしいんですけど、だいぶ変わってて、はい、もうまず背景に、うん、いろいろあったんですけど、それがなくなって、そうですね、すっきりしましたね、はい、もう隣、はい、ここだけになってますラックが。そうですね、うん、はあはあ、そうで、ここに、ね、結構整体いたんですけど、ええ、今はそんないないんですよね。ね、うん、うん、そう、ちなみにここがね、はい、金振さんの、はい、虫友でもあるたけしがね、たけし、はい、ああ、ね、管理されてるやつ。たけしは管理されてないよ。たけしがいっぱい管理されてるみたいに聞こえちゃうから、たけしがバラバラに管理されてるんじゃない。いや、怖いやん。まあ、たけしさんがね、そうね、うん、僕らよりも、え、10個ぐらい上だったのかな。まあそうね、はい、一回り一回りぐらい上の方 ですよね、方で、はい、呼び捨てにしてましたけど、そう、恐れ多いんですけど、はい、そう、たけしって呼んでくれってたけしが言うんで、そう、たけしが言うからな、そう、申し訳ないですね、はい、僕本当に先輩にはちゃんと敬語のタイプなんですけど、いや、そうね、はい、たけしだけはもうたけしで行かしてもらおうと行かしてもらえますか、はい、はい、そう、そんなたけしがね管理してる、はい、あ、たけしの案件じゃないですよ。たけしの案件って何それ、リビジムからの。そうなっちゃうから。そう、まあちょっとね、たけしさんが気になる方はいるかもしれないですけど、顔はね、映せないんでね。そうですね、うん、まあ今もいないし、あれなんですけど、ここ、その
ブリード仲間の、はいはいはい、ったらまあブリードスペースみたいな、そうですね、感じでね、前も見させてもらったんですけど、そう、まあ、クワカメの部屋がね、はい、まあ、好きということで、そうそうそう、こう青ラベルにね、青ラベルを使ってくれてて、嬉しいよね。いや嬉しいですよね、そういうのもね、結構いらっしゃるみたいで、そういう青ラベルを使ってくれる方、あ、いいね、黒ラベルみたいな感じでね、まあ、確かにね、札幌黒ラベルみたいに、あービール飲みたいな、いや、じゃあ集中してください、すみません、はい、生態もいろいろいますけど、そうですよ、はいはいはい、まあでもパラワンとか、あ、確かに、うん、パラワンもいますね、お、コンフキウス、まあちょっと大きめの顎の長いノコギリ、まあ、なんすかね、まあギラは系統かな、どっちかっていうか長めな、かっこいいんですよ、休眠中か、あ、両方メスだ、あ、なるほどね、はい、その下に押せばいいのかな、ちょっと失礼します、あ、ほんと、そうね、おー、結構ちょっと休眠中で見えないけど、メスとこっちがオスなのかな、っぽいよね、だから1オス3メス、だから結構好きなのかな、なるほどね、キウスノコギリが結構がっつりブリードしようとしてるのかな、はいはいはい、どうなんだろうね、そうね、そこのとこはね、あ、でもサバゲノコギリとかやっぱノコギリ系好きなんですね、そうね、うん、結構ね、確かにノコギリ多いね、あんまりね、人のブリードルーム、スペースとか見る機会ないんで、うん、こういったところの見て、うん、生態とか見て、あ、何系好きなのかなとか、はいはいはい、やっぱ系統ちょっと寄ったりするんでね、うんうん、好きな系統みたいなのあるやろうしね、うん、そう、だからまあ、例えばグローブとか、うん、バットとか Z で揃えてる人とか、はいはいはい、野球部の、ね、とかだったら Z の革質結構固めだから、硬いしっかりしたグローブとか、そっち系のやつの方が好きなのかなとか、はいはいはい、そういうのを感じたりあるんで、そこ系統ですね、まあ、そういう感覚は、感覚としてはね、あの小切り好きなのかなっていうのを感じた、はい、感じましたね、小切り系が好きなんだろうなっていうのは、あ、じゃあミラビリスもいるじゃん、そうね、やっぱノコギリ、はい、これも、まあ、色が綺麗なかっこいいノコギリで人気の種類、これも今休眠中なのかな、そうですね、休眠中ですね、ちょっとずつ起きそうって感じかな、これからって感じかな、はい、じゃあミラビリスも、ミラビリスね、ちょっとうちがブリードうまくいってない可能性があるんで、お、頑張ってください、たけし、あ、これ持って帰る可能性もあるよ、根こそぎ持って帰ります、ダメですよ普通にダメだってこれさっきここパラワンなんですけど、お、いますね、パラワンちょっと上上がってきてたんで、はあはあ、もしかしたらそろそろ動くかもしれないですね、そろそろ、あ、でももうここだけでも楽しめるな、いや、いいね、でもこう他人のね、うん、ブリードしてるのを、まあ、はい、勝手に見るの、はい、そうっすねで、ここ産卵セット組んであって、あ、で、まあ、小映えとかが出入りしづらいように、はいはいはい、より厳重にこういう洗濯ネットやってると、はい、小映えが、まあ、結構意外と小映えちゃったから隙間から出てきたりとかするんですけど、はいはいはい、ここから洗濯ネットから先には抜け出せないんで、はい、洗濯ネット内でやっぱ一番乾燥しやすいんで、うんうん、ケース内よりも外で出たらもうすぐ星になっちゃうから、うん、小映えたちが、そう、星になったやつをこう処分していくみたいな、なるほどね、管理しやすいですよね、こういうやり方で、もちろん出入りもしないし、はいはいはい、そう、だから本当に小映え嫌だって人はやっぱこれ推奨です、実際するのが、はい、一番、そう、僕はね、小映えも友達派なんで、まあまあ大変だからね、一個一個、そう、まあ大変ではありますね、うん、まあでもこれが一番今のところいいイメージです、小映えが出にくいっていう対策としては、はい、で、これたけしいっぱい連呼しちゃって大丈夫かなと思ってたんですけど、うんうん、大丈夫だと確信しました、ほう、これ見てください、はいもう出る気満々です、これはたけしが入ってるじゃん、ひらがなたけしいましたいやもうこれたけし入ってる可能性あります、まさかのたけし野外個体からの類題ですすごいねいやさすがにちょっとデカデカと、うん、一番文字本当でかいからね、こんなことする人は、うん、もう顔出してくれって感じなんですけど、大丈夫だよ、たけしって書いてました、はい、書いてますね、はい、まあ、マレー平田、平田系も結構いるね、すごいね、うん、結構いる、帝王とかもいるわ、あ、平田も、平田とノコギリが好きなんですね、あ、漆黒も、あ、スバトラ、あ、漆黒、はい、うん、漆黒とまた別の血統掛け合わせた子って感じだったな、いや、いいですね、すごい、スバトラ、ドルクス系も、やっぱ平田も好きなんですね、はい、あ、いいですね、で、まあ、こっちは基本からですけど、はいはい、お、ちょっと幼虫がいる、お、なんか、すごいね、見えないかな、
え、ミュウツーみたいな。確かに1匹で、ね、1匹で逃げちゃうんじゃない。大丈夫。大丈夫。すごっ、なにこれ。あ、へぇ、あ、クロブスターだ。クロブスターや。あー、1匹だけ。なんかね、すごいこんな厳重に管理されてるんで無重化してほしいですね。あー、そうね、だけやってるやつ、なんかまあここ今そのたけしゾーンになってるって感じですね。はいはいはい。でここも多分たけしゾーンかな。たけしゾーンじゃないわここは、うん、見てくださいね、ビモリが。いや、いいですよ、そこはアップしないで。あー、これもビモリ、ね、懐かしいですね。で、サイン、はい、はい、書かしてもらったやつをなんか大切に書いて、いや、いい、置いてくれて、うん、嬉しいですね。そう、なんかなんていうんですか、クワカブの部屋ゾーンみたいな感じで置いてくれてる中で、はい、ね、これもかっこいいですね、この絵も。かっこいいね。これ描いてる方がいるんですよ、ツイッターで。僕これ、絵ですよ、これ。写真は持てた。えぐいですよね。なんや。そう、やわ。いやいや、どっち今のは。今、糸の方。そう、驚き、マスオさんの方ね。そうそう、マスオさんの方。これめっちゃかっこいいです。なんや、すごいね、これ。すごいですよね。へぇ、ツイッターで見かけたりはしてましたけど、生で見るとより、これも円、いや、これはフィギュア。これフィギュアか。僕がタイアップした、すごい、かっこいいね。内海模型さんとタイアップした模型のヘラクレスオオカブトをかっこよくペイントしてくれたやつですね、金振さんが。すごいね。そう、ヘラクレスリッキーブルーみたいな感じでペイントをしてくれてるんや。そう、やっぱ模型はね、その彩るっていうか、はいはいはい、自分で完成させるっていう、最後、ね、踏み立てた後すごいかっこよく。そう、これ持ってるね。だからヘラクレスリッキーブルーの、はあ、あの傷も再現してくれてて。あ、なるほどね。おーい、すごいすごい、かっこいい。はあ、ここまでできないからな、俺が。すごいね、細かいね。いや、そう、かっこいいですね。いいっすね。はい、で、特大ケージの土も飾ってくれて、すごいです。わざわざ買ってくれましたからね。いや、そう、特大ケージの土も大きい方残ってなくて、ああそう、売り切れちゃったんでね、ってなね、言ってくれて。でもここ来た方、ここ写真撮ってくれるみたいです。ああ、嬉しい。いや、嬉しいですね。あ、ここもクロブスタケットの歴史、そうね、資料ですね。かっこいい始まりのスマトラから。あ、ミュウで、もうここで、まあ突出した特徴が現れてきて、はい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 、ここからスタートして、うん、今のクロブスターケットがあるなってるって感じなんだ、はい、かっこいいですよ、これですよ。かっこいいですね、これがクロブスターケット。はい、いいですね。で、これもクロブスターケットですね。で、これ平岡ですよ、クロブスター平岡ね。ないですよ、種親です。なんですか、クロブスター平岡って。募集中ね。この笑顔、守りたいよ。これも同じ人なんですね。確かに親戚から、これもとりあえず持って撮らされた写真じゃないですか。持って、ああ懐かしいな。あ、これでもあれやわ、レンタル平岡の時。あ、そうですね、サブちゃんの企画でレンタルしてくれて。そう、嬉しいね。そうですね、で、ここに小倉のサインも、いや、嬉しい、飾ってくださって、ね、いや、ありがたいですね、ずっと置いてくれてね。いや、だからここにずっと置いといてもらえるように頑張んないと。そうね、飽きられないようにね、はい、頑張りましょうよ。で、こっちが、はい、まあ、本命ですね、普段、はいはい、生態とかが結構いた場所、まあ、ここら辺もいたんですけどね、もともと。お邪魔しましょう。じゃあ、お邪魔します。お邪魔します。あ、金振さんもいらっしゃいます。そうですね、ちょっと、はい、すいません、今日お願いします。お願いします。ありがとうございます。いらっしゃいますね。あの、たけしがボトルに入ってたんですけど、あれってあ、たけしです。あ、たけしでした。いや、金振さんに言っちゃうと本当にそうなっちゃう。たけしじゃない、たけしがブリードしてる子ね。してる子ですね、まあ、名札みたいな感覚が。そう、でかいけどな、はい、名札がでかでかとたけしって書いてたから、はい、で、はい、ここブリードゾーン、はい、もう今 ね完全に幼虫ゾーンになったみたいで、はい、ね、すごいですよ。そう、だからこういった感じで、まあ、スマトラかな、あ、また平竹かな、平竹だったり、虹色もいますね、虹色とか、はあ、ちょっと、え、気になっちゃうちょっと定期的にマナド平田たけし、アシュいるんですよ。アシュないよ、はい、霞江的な感じこれ。たけしってだからスラウェシの北部の方では、あのライト焚いたらたけしが飛んでくるって。どうなってんの、怖いよ。多分まあここにも置いてるから、これはたけしのやつだよっていうのを分かりやすくしてんのかな、はいはい、おそらく、うん、あ、でもいいね、一緒にだからこう、ね、本当に、いや、いいですね、ワイワイやりながらね、うん、ブリード仲間とあるでしょうね、いろんな話しながらやれるっていうの楽しいですからね。楽しいね。だからまあ平田クワガタ系も、はいはい、結構いますね。ね、うん、はあ、
そうだからここからまたそう伝説的な巨大なクワガタ出てきますから。いやーね、うん、すごいですから本当に。でここ幼虫ゾーン。はい。わでもうわスマトラですわ。これ基本もう初例ってことですか。1本目の。お増えました。結構増えましたか。いやそんなに増えてない。ああじゃあタイミング的に今1本目が多いから多く見えてるって感じが。なるほど。もう全ここ全部スマトラですよね。これ全部スマトラですね。あすごいわ。なんか前はこことかオークワゾーンのイメージがあったけど、ね、ありましたよね。わあすごい綺麗に並んでます、ね。綺麗並んでますよね。こんな感じやっぱカナブリさんとかって感じする。そうこうちょっと空間開けて、はいはいはい、ここにシール貼ってるのは多分ケットラインとかのなるほどやつなのかなと思ってるんですけど、ええはい、そうです。一応本人には聞かないで憶測だけ聞いた方がいい。そんな感じですかね。そんな感じ、そんな感じ、はい、らしいです。目印的なね。そう目で見て分かりやすいよって感じか、ええ、初霊系の。あ、クロブスターもいます。おでっかい。クロブスター102。おーすごいね。クロブスターで、クロブスターの中でも太かった子もいますね。クブとクロブスター、これはメスなのかな。はあ、2本目に行ってる。はい、おすごいね。あ、でも結構クロブスターがいますね。あ漆黒の虎もね、どこかにいるかなとは思うんですけど。あ、でもね、漆黒の虎、ケイト、スライありますね、漆黒ですね。漆黒系は下にいるのか、はい、なるほど。ここで分かれてこことかちょっともうさなぎになりそうですね。うわメス本当ですよ。うわいいね。うわ楽しみですね。楽しみ。そう前ね、ウカ掘り出しさせてもらって、はいはい、はい、その時もね、めちゃくちゃでかい子いたんでね。いやそうよ、うん、で、ね、ここもスマトラ系で、はい、あ、ここは3本目かな。おお3本目が、あ、3本目いってる子いる。結構立派。あーすごい、69。おー69g で、おー後ろやばい、78。うわすごいね、でっかい乗ってますね。あー漆黒系ね。こっちやばいっすよ。おお。うわ89g。すごい。いやーうまくね、浮かしてほしいですね。ね、ちょっと上げさせてもらいます。おっきめ。おーおー、あ、でもまだ幼虫っぽいな。まだ成長しようとしてる。そうですね、じっくり育ってる。うわ、浮かしてほしいな。ねえ、見たいね。無事だったら掘り返したいですね。確かに、すごいやつ出てくる可能性全然あるからね。確かに綺麗に浮かしてね。この子、浮かしたら教えてもらってもいい。ああ、ありがとうございます。ようやく取りました。はい、はい、やったいや、無事だったらいいですけど ね難しい部分もあるとは思うけども、行ってほしいね。ちなみにどうですか、80超えてきた方ってやっぱ浮か率結構低くなりますか。低いですね。やっぱりそうだよ。やっぱね、でもそこのポテンシャル超えた子とかにそうねが現れたら、また普段と違うスマトラが現れる可能性もあるんでね。いや楽しみですからね、うん、で、下の方は、あ、でももう下はアンテだ。下はアンテだったり、また別の平田だったりって感じかな。あ、じゃあ大王とかもいるな。あ、大王もいるのか。そう、いますね。大王もかっこいいですからね、はいはいはい、ちょっとやっぱ難しいけど。はぁ、いや気になるな。確かに、あ、大王って結局最大88とかでしょ。90。あ、90いきましたか。おぉ、すごいな、立派な。やっぱ85を超えるのがまずちょっと難しいっていうイメージ。意外とだからもうそこら辺の野外個体でたまに入ってくるぐらいのサイズ、缶ぐらいで僕ギリなんで。やっぱね、さすがですよ。やっぱすごいですね、90mm 出してくるよね。え、だからここにね、はい、ネパールアンテとかアンテがねいたんですけど、そうアンテがこっちにね来てて、はい、本当ですね。なんかこれはめくったら僕への質問が書いてるみたいなことですか。内緒です。ああ、内緒らしい。だから俺への質問が書いてる可能性もあります。ない、ないです。それはなんか隠されてますね。ああ、ちょっと、まあ、まだちょっと、うん、研究中みたいなことなのかな。あ、すごいね、こう隠されてる。あ、なんかすごいね、秘密の空間ができてますね。いやー、すごい。だからここも隠してるってことか。そういうことじゃない、うん、いやだから僕らが来るから、うん、まあやっぱここら辺の情報をね、はいはい、一旦多分自分の中で整理しないと、そうね、っていう部分もあるから、はいはい、こう隠してくれたんですけど。いやありがたいですけどね、うん、わざわざ全部切れないぞと、うん、根こそぎ行ったのかもしれないです。行きましたね、多分貼ってたらもう無理だ、うん、
はーい、張ってまえでね。いや、でもね、ここら辺とかも自分で一回やってみて、キックが出て、そっからって感じの部分もあったりするでしょうし。全部安定ってことこれ。全部安定ってことですか。おー、じゃあ結構な量の安定。ほんとだ、すごいね。あ、いますね。これいつかじゃあここも 見れる日あるだからそうですね。あ、もううなずいてくれてます。ああ、楽しみやね。これまたすごいの出んじゃない。秘密の空間ですよこれ。ああ、ベールに包まれた。すごい。だから、まあ、結構だからネパール安定今結構がっつりやってるって感じですよね。なるほどね。そうだから またクロブスターとかみたいな迫力ある子だったり、はいはい、漆黒の虎みたいな大きい子みたいな、はい、ところを目指して多分今いろいろ試行錯誤中で。なるほど。で、まあ、秘密の状態って感じらしいですけど。ああ、いいね。あ、いや、どうなんだ、気になるな。気になりまくるけど、うん、いやちょっとのぞこうとしてんじゃん。よくないよくない。ああ、出禁になっちゃうよ。そこはうまいことやっていこう。そうっすね。だからまあここの今の体重とかも気になりますけどね。いや、気になる。でも全部隠してるから。確かに。ちなみに体重とかは言えたりします。どれぐらい大きい子だと。どれぐらい。一番大きい子55です。おー、すごいな。ちなみに僕ん家は一番大きくて42とか。あ、じゃあやっぱ全然違うな。全然違いますね。すごいね。55ってもう平田クワガタの世界ですからね。だからもうそういうのが大クワガタですか言って出てくんじゃないよ。確かに。なんか90ミリとか。うん、今92ミリぐらいですかね。93いってますか。あ、96ぐらいまでマックスがいってるのか。へえ。そうか。まあ、B クワとはまた別でって感じですかね。なるほど。一応こう世に出てる情報だと多分96ぐらいまでいってるみたいな。だからそれに、まあ、迫るような子がもしかしたら今後ねこの中にもいるかもっていうつもりで多分やってらっしゃる、ね、やられてるっていう。ああ、楽しみ。はい。だからまず最初 ねここの話を、うん、聞かせてもらった時に、うん、もう今ここ僕の歴史を詰めてる状態だから。あ、だから今ちょっとすいませんみたいな感じで。なるほどね。言われてたんで。あ、じゃあこれ1枚ずつめくっていきましょうか。いや、そうやろ。あれに聞いてて。あ、ごめんなさい。あ、どうなって。骨無神経のやつよく入れたの。ダメですよ。つまみ出します僕が。4年の付き合いになったらそうだよ、いけるかなと思ったんですけど。付けと行き過ぎ。すいません。距離感の詰め方やばいよ。いや、でもだからいずれまたここも動画でね撮れたらいいですね。いいね。撮らせてもらえるということではあるんで。それまでうまく、ね、付き合っていけるように良い関係でいきましょう。すいません。失礼だけやめましょう。はい、そう、だからまあここもいつか剥がれるかもしれないんで。見たいですね。うん。だからもう今企業秘密って感じですね。いやー、要するにすごいのが眠ってる可能性もある。いや、楽しみだな。うん。で、この隣はちなみにこれカンタマル TV の。あー、なるほど。ブリードスペースみたいなことか。はい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 。あー、すごい。ビリヤードの玉みたいな。カンタマル TV の、うん、あのロゴのね。カンタ君元気してるかな。動画で撮ってる途中って感じですか。大丈夫。あ、すごい。はいはいはい。少数精鋭でクロブスター3匹。あ、ほんまや。結構立派ですよ。あ、ほんとね。おお。50超えてきてるもんね。わー、3匹ともオスだ。あ、ちょっと見えるね。あ、見える。おお、大きく見えるけどね。はい。なんか成長してんじゃない、ここの中で今。確かに。こっからゆっくりまた食ってくる。最近交換してるんでね。そうね。うん。だこれもまあ動画上がるのかな、もしかしたら。いや、楽しみにね。うん、あ、なんかすごいね、これ。金振りさんもなんか、アイコン。あ、ほんとや。3人コロコですよ。え、色がカーカブの部屋で、はい、色として出演してるよ。なるほどね。そういう登録してないんだよ。青のボケ。いや、違います。青のボケじゃない。違います。違う。僕の色ではないですけど。あ、でもまあそういうこと。好きな色ね。青色でカンタマル TV で金振りさんも。すごい。金振りさんも、金振りさんももうアイコンできたんですね、ついに。なんかブリがもうでもちょっと漏れちゃって、うん、なんか神様のうんちみたいになってます。確かに神が、ね、漏らしちゃって空振りね、これで。ああ、すごい。だからまあこれの状況は多分カンタマル TV で検索したら見れるかもしれないんで、はいはい、ぜひぜひね、はい、見てみてください。あ、いいね。いや、すごいわ。ちょっとじっくり見させてもらいましたけど、いや、まあ気になることがめちゃくちゃありますけど。いや、すごい。ちなみにいつぶりでしたかね、ここを出した。ここに来たのは。あ、交換の時期か。なるほど。あ、9月です。去年の9月だ。ああ、じゃあそう、まあ半年ぶりぐらい。半年ぐらいです ね半年ぐらいで、うん、結構ガラッと変わってね。うん、まあ多分温度感は一緒ぐらいなのかな。
ちょっと下げましたか。やっぱそうです。ちょっと冷えてますもんね。ちょっと温度も下げて、はいはいはい、で、ちなみに成虫ってどこに行ったんですかね。大丈夫です。あ、聞きました。皆さん同じこと言いましたが、はい、第2ブリードルーム双子か。俺たちマダカナでやってないってやめろって第2ブリードルーム、そう、実は第2ブリードルームができたっていうことで、はい、僕らもまだ行けてないんで、はい、また別の動画で、はい、第2ブリードルームお邪魔しようと思ってるんですけど、そうなんです、ね、そこにも成虫は持って行ってて、で、産卵セットとかもそっちって感じです。あ、だからもうここも産卵セットの温度とか、はい、そこ気にせず幼虫の温度帯にしてるって感じですかね。なるほどね。だからより幼虫飼育に特化した空間になってるっていう、はい、いやすごいね。いやすごいですね。分けてやってらっしゃるわけね今。そうですね。だからちなみにあっちではスマトラとアンテと、スマトラ、アンテ、はい、タランドゥス、タランドゥス、来ました。タランデス、タランデスもめちゃくちゃかっこいいですからね。ね、うん、いやー、金森さんがついてタランデスも確かにな。タランデスもやっぱ90超えた子、うん、多分見たことないんで。いやいや、まあで、その90いってなくてもかっこいい、迫力ある、あのね、そうですね、80超えたらもういかつさが出るんで、うん、それの90超えとかが出てくる可能性もあるよ。そうですね。だからマジ80超えた時点でなんていうんですか、光沢感ある水牛みたいな、まあ確かにな、もう牛ぐらい、牛ぐらいの迫力あるんで、うん、まあね、まあ、牛そんな気に食わなかったですか。牛牛だけじゃあんな角感ないし、いや、いいですよ、抗わないでください。すいません、ごめんなさい、今パワハラみたいになっちゃったんですけど、はい、パワハラしてます。いやいや、怖い、宣言すんな、怖いって。あ、だからタランドゥスとか成虫をそっちでちょっと見させてもらえればと思うんで。うわ、楽しみやね。楽しみですね。第2ブリードルームを。いやー、成虫だからここでこの僕らが見てない半年間で、はい、羽化してきた中で、まあ親だったり、ええ、最近羽化してきた子が多分いると思うんで。なるほど。とんでもないのいるんじゃないですか。いや、まあ空振りさんのとこですから、ちょっと期待しちゃうよね。スマトラもね、ええ、久しぶりにまた本家のね、うん、あのクローブスターと漆黒の虎も見たいですし、いや、やっぱ俺はあそこからあ、かっけえなーってなったからね。確かにね、そこでちょっとハマった部分あるんで。そうですね、もうあれから4年経ってるらしいんでね。いや、そうですよ、気になりますよ。気になるところですね、はい、はい、で、なんかもう用意もしてくれてるんですけどね、すごいですよ。そう、今日、まあこれもね、別動画になっちゃうんで、はいはいはい、まあ後日って感じになるんで、はい、はい、まあぜひ気になった方はチャンネル登録もしててほしいんですけど、ええ、ここでね、またこの中の子たち抜粋して何匹か幼虫掘り返させてもらえるらしくて、うん、で、見えたかな、見えました。ちなみに一応気ぃつけながらいたから、でもちょっとちらっと一瞬見えたりはあったと思う。 ありましたか、うん、そう、だから実は、何年ぶり、2年ぶりとかかな、はい、にこの見えるかした。おー、伝説の壺出ましたよ。あ、もう書いてあるじゃん、はい、秘密の壺の、秘密の壺後ろにこのなんかレベルアップしてんじゃん、はい、なんかレベルアップしてくれて伝説の壺だってんじゃん。そう、リニューアルの伝説の壺。あ、すごいね、表面と裏面でね。そうですね、前回はこっち側のこの感じですけど、はい、今回はこっちで苦くなって、はい、で、もうこれもう金も回してくれてるらしくて、いや、すごいね、金してもらって。そう、ここにだからまた新たに別の生態を、はい、入れさせてもらえるらしいんで。いや、いいんですか、こんなのさせてもらって。速攻でね、配信を金森さんが見てくれてたんで、うん、ええ、また壺の禁止瓶飼育やりたいですってね、配信中にね、そう、さらっと言ったら、ええ、もうその数時間後には詰め折れました、うん、準備できました。ないんで、びっくりして、うん、平岡さんの泊まるところも準備できてます。止めようとして、俺管理されんねんけど。そう、だからまあここにも入れたりとか、うん、まあもうやっぱ一番メインはもう幼虫がどうなってるかね、はい、そこも気になるところなんで。そうですね、はい、ちょっとね、その言ったらもう人様の幼虫を、いや、そうですよ、その交換するのってめっちゃ緊張するんですけど。緊張感ありますね。でもまた僕ん家とは違う成長の仕方だったりとか、はいはいはい、そういう部分感じるいい機会になるんで、うん、はい、楽しみですね、うん、この隣のね、これの時に僕ら撮影来たんですよ。そうですよね。このこれもすごいよね、はい、いや、これもすごい、でっけえ、うん、うん、そう、まあ、これもだからもう普通じゃ考えられない企画の禁止瓶を、はいはいはい、こう頑張って詰めてくれて、うん、この中に入れさせてもらってるんで、はい、孤立がどうなってるかとかね、うん、これも気になるところですね。
だからまあちょっと次、はい、取り返させてもらいましょうか。いやー楽しみです、はい、だから動画がこのあと第2ブリードルームになるのか、うん、掘り返しの動画になるのか、はい、次上がるのか、ちょっとまだ未定なんですけど、はいはいはい、まあ、いずれ上がるんで楽しみに待っててください。ぜひぜひ楽しみに待ってください、はい、というところですね。いやー、はい、いいね、やっぱワクワクするね。ワクワクしますね、うん、半年ぶりに結構変わって、うん、はい、うん、第2ブリードルームまでできてるんで、はいはいはい、そこも楽しみですね。楽しみですよ、うん、平岡さんも久しぶりに来たみたいですけど、どうでしょう。いやー、ほんと良かったですよ、うん、僕よりかは、ね、確かに、俺の方が期間も、そうですよね。てか、来てる回数もおかしな話やけど、はい、俺の方が1回多いもん、ね、そうかレンタル平岡でねそうそうそう、はい、おかしな話ですよ。平岡を、1万円で1日、まあ、好きに使えるっていう数字か、言い方ね、よくないけど、はい、好きに使えるっていう方、まあ、何でも屋さんみたいなね、そうなんです、ところでもう単純にただね、はい、使うとかじゃなく接待みたいな感じで、ね、本当に、ね、しましていただいて、はい、それはサブちゃんの方で上がってるんですけど、いや、あれ以来でね、そうかそうか、いやでも楽しいですね。その時ってこうもう変わってたんですか、ちなみに。ここまでの変化はしてなかったんですよ。ああ、ね、いつ頃にもうブリードルームができて、できてババッと、そっからです。ああ、多分最近は最近か。で僕もこのフォルムは初めてだったので、うん、楽しみですね。いや楽しみです、はい、いや良かったです。いや本当に今日もありがとうございます。いやありがとうございます。よろしくお願いします、はい、そういったところで、はい、はい、まあ、ブリードルーム見させてもらいましたけど、はいはい、皆さんもねこれ見て、うん、何をっていうわけじゃないけどなんか感じるものあったらちょっと参考にしてみてください。いやぜひぜひね、はい、これからの動画も楽しみにお待ちいただいてね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、幼虫も無事なのを祈っててもらえればと思いますんで、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。そんな感じで今回の動画は以上になるんですけど、はいはい、概要欄に、はい、僕の、飼育本だったり、はい、あとは、普段使ってるアマゾンの、うん、で買えるようなグッズとか、はい、そういうのも概要欄載せさせてもらってるんで、はい、そこもぜひチェックしてほしいですね。そうですね、はい、それとね、はい、あのなんかめちゃくちゃ宣伝してほしそうに置かれてたんで、うん、これも見させてもらうんですけど、はいはい、このねビーマニ、はい、僕も去年出させてもらったやつ。そうですね、お世話になりまして、これね今年も5月5日と10月14日にやるんで、はいはい、これねちょっと僕まだ行けるか全然未定なんで、ね、あれなんですけど、もうここ開催されるらしいんで、うん、埼玉の方で、はいはい、まあだからお近くの方とかは気にかけてもらえればと思います、ね、いやそうね、いろんな、まあ、盛り上がって楽しい感じで、いや楽しかったですね。無料が抽選会のガラポン、はいはいはい、入ったら抽選券もらえるって感じだったんですけど、はい、去年はそうですよね、そういったのもあったりするので、うん、はい、ぜひこれも気にかけてみてください。ぜひぜひお願いします、はい、行きたいですけどね、イベントも ね、できたら行きたいけど、うん、まあ、ちょっとバタバタついてる部分もあるんで、そうですね、なんかとも僕も行くかどうかっていうのはどうだろうな、この動画上がってる時わかんないですけど、うん、まあ、行く場合は X とかでもツイート告知させてもらったりすると思うんで、はい、概要欄から僕の X もフォローして待ってもらえたら嬉しいですね、はい、チェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。